殴らせてくれ。よし。しばらく待てろ。やっと出てきよった。探しとったんで。気流マス添えか。昨夜の借りを返すどこら。じゃが我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があんのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえ奴は道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃの。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。行くぜ。ぶち殺しちゃう。
組の看板上げとるじゃ、嫁連合会の直系じゃ。わしをやったら広島中の国土を敵に回すっちゅうこっちゃ。おいやるの舛添、陽明連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの器量か、バカだれ。キリュウっちゅうのはあんたじゃの。あんたは陽明連合会本家若頭、腰水組組長の腰水ってもんじゃ。要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これキリュウさんがやったんか。全部たった一人で。マジか。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわの。踊れもキリュウさんの正体は知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったら、この町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男がなんじゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや小清水の頭は何を言うとるんかの。兄貴の正体って松永。キリュウさん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出んように言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。ああ、全部承知の上だ。
このバカたるや。踊れ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。あ？松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。畜生、これが本家からの制裁っちゅうわけですか。バカたれ、松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え？はあ？頭が？何ですかね、それ。腰水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう、松永。え、まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃとこの。よう言うわ、何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も、うん、ピッタレが。なんじゃその態度は。この恩知らずが。こんな。お、おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東城会の四代目？東城会言うたら、東京の、あの東城会で？ああ。そうじゃ、確かあれじゃ、堂島の竜、実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人なのか？え、いや、そりゃ、ぶっちゃけつながですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリュウの兄貴、なんで黙っとったんですか。はよ言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ。俺の方にはな。キリュウさんの方には。俺らの方にはまだ桐生さんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。お、なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、あ、うん、さあ。いいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、なんだよ隠し事。キリュウさん。ああ、遅くなった。またしちまったか。少しだけ。ハルト君はもう寝ちゃった。さっきまでご機嫌で過ごしてたけど。そうか。よかったら部屋に上がってくか。ううん、もう遅いし。それより大丈夫なの？舛添組は。ああ、とりあえずはな。ならよかったけど。さあ、ハルト君。
いつまでもハルトのことでママに世話かけるわけにはいかねえな。広瀬一家の人たち、ハルカちゃんのことをなんて言ってる？いや、まだ聞けてないんだ。あいつらから口を開くまでもう少し待ってやりたいと思っている。どうかしたか？ううん、なんでもない。じゃあまた。ああ、ありがとな。兄貴、南雲ですが。南雲？さっきキヨちゃんにこの部屋のことを聞きまして、兄貴のお耳に入れときたいことがあるんじゃが。ハルトが寝てるんだ、表で聞く。構わねえか？ええ。もうお察しのこととは思いますが、話っちゅんは遥さんのことじゃ。わしらは組の門全員みんな遥さんを知っとります。ほんで事務所であの子の写真を見せてもろうた時、わしら兄貴の正体にも気づいたんじゃ。桐生の兄貴が遥さんにゆかりのある東条会の四代目桐生一馬じゃったと。松永だけは気ぃつかんかったようですがの。まったく、あいつの安にぶさにはなんや救われますわ。ああ、そこからのご無礼はどうか許してつかわさい。あと、それでも兄貴に遥さんのことを言わんかったのは、遥さんに許しをもらっとらんからです。続けてくれ。遥さんがこの町に来たんは3年ぐらい前じゃった。その時あの子は自分のことをほとんど喋らんかった。いつも周りを気にして、はっきり言うたらここへ逃げ込んできた中四にしか見えんかった。よそ者が来ればすぐに目立つ田舎じゃ。しかもあんな可愛い子ですけ、あっちゅう間に人気者になった。遥さんの前じゃうちの組の門も造船所の連中に漁師、誰もがみんなおとなしゅうしとった。あの子はこの町におらんといけん存在になっとったんじゃ。だから誰もあの子が芸能界におったっちゅうことはあえて口に出さんかった。やっぱり気づいていたんだな。テレビを見とりゃ嫌でも分かりますわ。遥さんがその騒ぎから人目を忍んどるっちゅうことも。わしらはあの子のことを守ってやりたかったんじゃ。じゃけ余計なことは口にせんようにしとった。兄貴が
遥さんのことを調べとるって分かった時、多分この町の人間ならみんな同じように考えたはずじゃ。多分あんたらがそういう連中だったから、遥もこの町にいることができたんだ。南雲なら、ハルトの父親もこの町にいるのか。それはわしらにもわからんのです。ハルカさんはみんなに好かれとったけん、誰かと好きを取るっちゅう話は聞いとらん。それに坊ちゃんが1歳くらいと考えると、ちょうど妊娠した頃、ハルカさんはこの町からも姿を消してしもうたんで。何？今から1年半くらい前ですわ。その頃からあの子のことを見たっちゅう話は聞かん。じゃけえわしら、ハルト君を見ても未だにハルカさんのことは信じれんちゅうんが、ほんまのところですわ。わしやうちの組のもんが知っとるのはこれだけよ。じゃけど、わしらよりハルカさんのことをよう知っちょる人がおる。誰だ？ハルカさんはこん町に住んどった間ずっとある店で働いとった。兄貴もよう知っとる店じゃ。スナック清美。こん町で誰よりハルカさんを知っとるんはあのキヨちゃんなんじゃ。でかい声出すなや。坊ちゃんが怖がるじゃろうが。だってさっきおむつ替えたばっかりなのにもううんこしてるんですよ。元気な証拠じゃ。ええからまた替えたらんかい。おお、ビルビルーパー。なんでじゃ。頭がそばにおったら泣き止むもんも泣き止まんでしょうが。それはどういう意味じゃ悪い。ああ、もううるせえな。邪魔だからどっか行っててくださいよ。踊れ。頭に向かってその口の利き方は何なら修行するで。なんじゃ、少し慣れてきよったじゃないの。こんだけしょっちゅうやらされてたらもう。ああ、はいはい、終わり。よーし。ちくしょう、なんで泣くんだよ。すまねえな、ユータ。ほう、やっぱり兄貴んところが一番落ち着くんかの。どうだかな。本当はこいつも母親の腕に抱かれたがっているはずだ。その兄貴、はるかさんのことじゃが。はあ、実は昨夜お前から話を聞いた後、すぐにスナック清美に行ったんだ。キヨちゃん、なんて言うとりました？それがあいにく不在でな、会えなかった。そうだったんですかい。
その代わり書き置きがしてあった。俺と二人で話したいって。